の沙織です。乾杯。はい、ビルダーズツやっていきます。はい、空っぽ島の船着き場にやってきております。それでパーティーも戦えるパーティー兼キメラを連れてますので、移動がねサクサクと行くようなパーティーになっております。はい、今日は気分を変えて冒険に出ましょう。はい、キラーパンサーを仲間にしに行きたいと思います。コメントで教えていただいたんですけど、ベビーパンサーもジャンプするじゃないですか。ジャンプしてなんか段差をポンポンポン登れるし素早く移動できるんですけど、キラーパンサーがさらに便利らしいんですよ。私知らなかったんですけど、ベビーパンサーいるからなんかキラーパンサーは別になんかあんまり興味なかったんですね。もうすでにね移動手段あるしとか思ってたら、でもねキラーパンサーがもっと便利らしいので、結構だいぶ前にいただいてたんですけど、情報としては。はい、ちょっとね満を持してキラーパンサーを仲間にしに行こうかなと思っております。これもねキラーパンサーってねその辺にいるモンスターじゃなくて強いモンスターなんですよね。ってことははぐれメタル仲間にしに行った時みたいにめちゃくそ時間がかかるんじゃないかなって踏んでるんですけど、何回で、はい、仲間にできるか検証したいと思います。では早速参りましょう。はい、素材島の地面地面島にいるので、地面地面島に行きましょう。ここね。はい、じゃあ1回目チャレンジ行ってきます。はい、やってきました、地面地面島。あー、この流れなんか久しぶりやな。素材島と空っぽ島往復する感じね。はい、1回目ですよ。まあまあなんかね、はぐれメタルを仲間にした時に移動方法で一番早い方法はまあまあ掴めましたので、あーでも雨が鬱陶しいなこの島、ずっと雨降ってんやんなこれな。はい、キメラでバーッと高くまで飛びまして、で一番高いところからこう、ちょっとやり方を忘れているな。降りてジャンプ、こうこうね、こうやってマントでこうやって移動したら上からね空中から探せる。あ、いた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 、やった、これラッキーちゃいます、イエーイ、ドン、よし。結構早く見つかりましたよ今回。結構ねはぐれメタルの時さ探すのも大変やったやん。あ、でもさキラーパンサーってさそんなに強くないよね。うん、このメンバーですし私もハカブサの剣ですので、いやいやこれは結構簡単に倒せますね。はい、しかし1回目じゃ無理でした。このキラーパンサーの像が何個集まるでしょうかね。みんな戦っているね、何者かと。なんか動物いるやん、これちょっと捕まえて帰ろうか。まあ逃げてるね、逃げてるわ。歩いて、はい、撫でて、はい、あれ手なずかなかった。あーでもめんどくさいな、もういいや帰ろう帰ろう帰ろう。あ、こういうのなんか集めてったらいいんじゃない？これ、何やったっけこれ。あ、夜行草ね。こういうの結構さ、持って帰ったらいいかもしれない。まあまあ、そんなことしてる、悠長にそんな素材集めとかしてる場合ではないか。そうね、帰ろっか。サクサク行きましょう。はい。はい、2回目です。あー、なんか、早くゲットできたらいいですが、ゲットというか仲間にねできたらいいんですけどね。あー、なんかさゼセルちゃん今日もね水着姿なんですけど、そう開拓島での清掃が水着かバニーなので、最近ゼセルちゃんのさ普通の姿が逆に見たくなってきてさ、兵士のゼセルちゃん、久しぶりに着替えてもらおうかな。開拓島の人々もねずっと薄着なんでね、まあ夏やからいいんですけど、なんかたまにね普通の普段着みたいなの見たくなりますね。レシェルちゃん何着ても可愛いからな。はい、では探していきましょう、キラーパンサーを。はい、乗って、間違えた、喋りかけてしまう。メッキッキー、よし、メッキッキーを連れてっておくれ、キラーパンサーのいる場所に連れてっておくれ。よいしょ、
さてさてさて、どこにいますかなーと。これね、なんか見つけんのに時間かかったら結構めんどくさいからな、サクッと見つけたいんですけど、さっきみたいに。あれなんかさ、今回のジメジメ島、むっちゃなんか浅瀬が多いな。なんか久しぶりにキメラ乗ったらやり方忘れんねんけどちゃんと覚えといてって感じですよね。はい、ちょっと待って、間違えた。ほい、こうか。よしよしよし。あ、この辺いそういそう。草原広いからね、いそうですけど、いないかな、いませんね。あ、そうそう、この島にあるビルダー100系には普通の村人たちがいるんですけど、それをもし見つけたら村人もちょっと仲間にしておきたいな。そうそう、なんかね、開拓島にね、人口増やしたいんですけど、普通になんかお酒飲んでくれるような村人もね、増やしたいんですよね。なんか酒場がかそるんでかそってんですよね、酒場。まああと村人の赤い服着た村人は料理をしてくれるので、料理ができる住民を増やすのもありですよね。ほんまに操作がおぼつかないな、私なんかなかなか見つからんぞ、今回。なんか今回のジメジメ島なんか壮大ですね。こんな感じやったっけか。むっちゃなんか生い茂っているし、浅瀬がでかかったし、あれでもなんか全然モンスターが見つからへんな。やばいな、こんなとこで手間取りたくはないのだが、探してこう。キラパンサーさん、あ、100系見っけたね。100系行くか、ビルダー100系。ビルダー100系と、はい、ありましたね。オッケー、じゃあ開拓島にね、来てくれる、間違えたぶっちゃ攻撃してしまったんやけど、ビルダー100系に申し訳ないな。ちょっと待って、どうやって降りるんやったっけ。ちょっと操作がおぼつかなすぎやって。まあ、可愛い子いるね。ちょっと待って、邪魔ですけど。よいしょ。あ、青色の、ただただひたすらに遊ぶタイプの村人、青色の服の村人がいますね。あ、おばさんもいるな。おばさんはな、ただな、ちょっと若い子を増やしたいから。あ、なんか褐色の男子もいるな。この男子もいいな。でもこの女子も可愛いな。やばいなどうしようかな、こんだけかな。あー、なんかこのビルダー100系、これあれかな、キャンピングカーみたいな感じかな。あー、なるほど、車を表現するのって難しいですよね。タイヤをなんか石のレリーフみたいなやつでタイヤ表現してんな。なるほどね、そういうの考えるよね、みんなね。まあまあまあ、女子かな、女子連れて帰ろう。このね、銀髪の可愛い子ちゃんを連れて帰りましょうか。リージュちゃんね、村人をしています。はい、連れて帰りましょう。はーい、よろしくお願いしますね。こういうね、ただただ遊ぶだけの村人っていうのもね、うん、私のね、開拓島サオリパラダイスは娯楽施設ばっかりなので、うん、遊んでくれる人も大事ですよね。はい、では引き続き探しましょう。キラーパンサーを探しましょう。さあ、どこにいるかな。よいしょ、ほい、見つけたいなあ。オークがいるね。オークは全然用がないですキラーパンサーに用があるんですよ、こういう草原で。あ、いた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 、うんうんうん、広い草原にいますね。オッケー、理解理解、把握把握と。よっしゃ、じゃあ戦いましょう。ほい、ひい、よいしょ。まあね、見つけたらあとは倒すだけなので早いですね。まあ、ジメジメ島って最初に訪れることができる素材島なんで、そんなにモンスター自体は強くないんですよね。よし、あ、今見えてしまったね、キラーパンサーの像が。はい、2個目ダメでしたね、帰りましょう。はい、
はい、リーズちゃんがね仲間になりましたね。はい、また開拓島に呼んだり呼ばなかったりしましょうで、増やしたくなったらあの子も開拓島に呼んだりねするということで、はい、じゃあもう一回行きましょう。はい、3回目ね、この3回目ぐらいで仲間になったら結構運がいい部類やと思うんで頑張ります。まあ頑張りようないんですけどね、ほんまに運任せですからね。よいしょ。まあね、早く見つけられたらいいなっていう感じで、あ、待って、探すぞ。ゲレゲレやーい、ゲレゲレー。チロルかな、それともプックル、バロンゴかな皆さんなんて名前にしました、ドラクエ5で。私はだ、何やったかな、プックルにしたかな。プックルとチロルどっちもしたことある気がするな。まあでもゲレゲレが一番インパクト強いですよね。よし、仲間にできたらゲレゲレって名付けようっと。うーむ、ゲレゲレー、ゲレゲレやーい、どこにいるんですか。なかなか見つからんぞ今回。わー、道が続いてる。あ、いた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 、結構奥の方にいましたよ。探しましたよ、もうゲレゲレ探したで、ゲレゲレ。よいしょ。さあ、仲間になったら、このターンで仲間になったらゲレゲレと名付けることにしました。ぜひともゲレゲレさん仲間になっていただきたいんですけど、どうですかね。あー、象が見えてしまったダメだこりゃー。マジか、なかなかやっぱり見つからへんな。っていうか広いな、ジメジメ島こっちにも続いてる感じやんな広いわ。はい、戻ります。はい、4回目、そろそろだれてくるよ私は。そろそろだれてきてしまいますよ私は。このターンぐらいで仲間になってくれなかったら、よし、このターンで仲間になったらプックルって名付けますプックルの方がね喜んでくれるから今回仲間になってくれるかもっていうね説ありますよね。ゲレゲレっていう名前が嫌やったから前回仲間になってくれなかったっていう説ありますよね、知らんけど。広い草原だな、広い草原というか湿原、広いね。あ、ビルダー100件発見しました。先、じゃあちょっと村人をチラ見しましょう。さあさあ、入り組んでおりますね、なかなかに。あ、あ、赤い村人いますね。赤い人、赤い服の人は料理もしてくれるから、赤い人今回連れて帰るかな。あ、赤い人もう一人いました。あ、青い女の子可愛いねんけどな、ああいう顔の子結構いるからな、うちの開拓島。もう誰が誰か見分けつかんくなるよね、このボブの子ね。あ、でも金髪ボブも可愛いな。うーむまあでも今回は青い人にしましょう。青い人じゃない、今回は赤い人にしましょう。赤い人は男の子しかいないかな。ちょっとこの建物入り組んでてちょっと分かりにくいんですけど、ダミアンね、顔が見えないよ。あ、見えた、近い近い近い。あ、はあはあはあ、なるほど、この人でいっかいいかな。うん、男性も増やしたいしね。はい、この人にしましょう。はーい、元気そうやしね。はい、ダミアンくんが仲間になりましたと。まあね、男の子と女の子がいたらさ、ついつい女の子の方を連れて帰りたくなるからさ。あー、なんか今物がついてくるよ。倒すのめんどくさいから来ないでほしいねんけど。よいしょ、じゃあ、はーい、キラーパンサー探そう。いないですかね、早く見つけたいのですが。あ、いた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 、よし、このターンでぜひ仲間になっていただきましょう。はい、このターンで仲間になったらプックルと名付けます。プックルさんやーい、仲間になってください。ビアンカのリボンはないけれど、よいしょ、あう、よいしょよいしょね。
その頃ね、仲間になってくれてもいいんじゃないですかね。ハグリンとキオリは早く仲間になってほしいけどな。今ね、キラーパンサーの像がシャッとゲットできてしまったね。プックルでもなかったか、そっか。はい、戻りましょう。はい、ダミアンくんが仲間になってくれましたと。はい、料理ができる男性ですね。いいね、いいね。はい、行きましょう。はい、5回目やってきました。そろそろでしょう。仲間、キラーパンサーと仲間になりたいよー。よいしょー。あ、ちょっと待って、むっちゃ浅瀬。ほんまさ、素材島ってさ、来るたびに景色が変わるとは言いますけど、ほんまに変わりますよね。なんか全然違う島に来たみたいなさ、感じになるよね、いつも。あ、ビルダー100景があるけど、ちょっとキラーパンサー探しに専念しましょう、今回は。わー、でもすごい立派やな、この建物。まあいいや。ちょっとスルーさせていただいて。キラーパンサーどこー？あ、いたーいたいたいたー。よしよし。で、何やっけ、このターンで仲間になったら、あ、まだ言ってなかったね。チロルと名付けましょう。はい。ゲレゲレでも嫌やったし、プックルでも嫌ってことは、チロルやったらいけるってことでしょう。はい、チロルよ、仲間になって。遅れ。あ、ダメだった。キラーパンサーの像5個目ゲット、嬉しくない？戻ろう。はい、6回目です。はい、元気がなくなってきますね。うーむ。はい、そろそろ仲間になってくれるでしょう、きっとね。はい、このターンと信じて。いた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 。よし、発見しました。よっしゃ、じゃあこのターンで仲間にしたら、ボロンゴですね。ボロンゴと名付けましょう。見失ったのはボロンゴ。あ、いた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 。もうね、名前にも跡がないので。ゲレゲレ、プックル、チロル、ボロンゴ。そうね、ボロンゴって名付けて欲しかったんでしょう、きっと。だからこ、今までね、仲間になってくれなかったんやと思いますよ。はい、ボロンゴよ、仲間になっておくれ。もう来たくないよ、ジメジメ島。な、来たんちゃう。あ、来たー、やったそっか、ボロンゴって名付けて欲しかったのがか。やったねー。ゲレゲレは嫌やったんや。プックルもチロルも嫌やったんや。ボロンゴって名付けて欲しかったんですね。ってことは、はい、仲間になりましたよ。で、あ、ジャンプ高いわ。ベビーパンサーと全然違うかも。全然違う。すごっ。めっちゃなんか、ピョンって、何段ぐらいジャンプできんやろ、これ。ね、4段は余裕ですよね、これね。どうやら。で、着地も痛くないし、速いような気もするな。すごい。あ、これは確かにベビーパンサーとは全然違う。あ、ほら、すごないこれ。4段、お手の物。お、キベラもいらんのんちゃうこれ。普通の素材島うろうろするだけやったらさ。すごいやん。ちゃんちゃん。あ、そっか。2回止めるんですよね。2段階止めるから、8ブロック分ぐらい飛べちゃってる。あ、なんか気づいたらビルダー100件にたどり着けたもん。なんか、すごい爽快なんですけど。ちょっと、これすごいな、またこのビルダー100件。入り組んでいるな。まあ、今回も別にいいかな、村人は。うん、そうね。なんかそれよりも、このキラーパンサーの機動力の高さに私は感動しております、これ。すごない？こんなん。え、ほんまキメラいらんやん、普通の探索では。サクサクサクといけますね。すごい。え、ちょっと待って、もっと早くに仲間にしたかった。これいつも言ってるな。よーし、ほいでは
キラーパンサー仲間にして感動しておりますが、このように素材島サクサクと探索できる感じになりましたよ。すごいな、2段階ジャンプ8段ぐらいピョンと軽くいける感じね。はいじゃあ連れて帰ってベビーパンサーと乗り比べをして終わりますか。そうしましょう。じゃあ戻ります。戻ってきました。空っぽ島にキラーパンサーを連れて、はい、目的達成。よし、ほいではどうしようかな。早速にみんなを開拓島に戻しますか、とりあえず。で、はい、じゃあ仲間になったばっかりのキラーパンサーを引っ越すサウルパラダイスに呼びましょう。はいはい、じゃあ開拓島にみんな行きましたので、開拓島に私も移動します。よし、来ました、開拓島サウリパラダイス、イエイイエイ。では、はい、みんながいそうなとこまで飛んじゃいましょう。そうそう、名前つけるんでしたね。はい、キラーパンサー、イエイ。じゃあ、そう、キラーパね、切れちゃうよね、そらそうやな。はい、ボロンゴ、はい、ボロンゴにしましょう。ビアンカがつけてくれた名前ね、ドラクエ5で。はい、ボロンゴに変更しましたと。よーし、ほいじゃあベビーパンサーと、はい、キラーパンサーをパーティーに入れます。さあ、大きさの比較とかもね。ほうほうほう、なるほど。あ、でもこうやって見たらそんなに大きくないね、キラーパンサー。なんかさ、ベビーパンサーはなんか頭身がさ、3頭身ぐらいでさ、なんか丸っこいねんけど、キラーパンサーはちょっと細長いですね。顔がちっちゃくなっている感じ。ほい、こんな感じですよ。みんな目線ちょうだいね、やっぱベビーパンサーは丸っこい、丸っこいです。非常に可愛いね、やっぱり赤ちゃんなのでね。はい、キラーパンサーくんはスマートな感じですよ。これかっこいいですね、細長い感じね。かっこいい、かっこいい。ベビーパンサー可愛いな可愛いな。うん、可愛さで言うとガゼンベビーパンサーですけど、もう怖い怖い怖いそんな感じの見た目の違いね。まあ、大きさ的にはなんかそこまでめちゃくちゃでかいわけではないですね、キラーパンサーくんは。さあ、こっからですよ。ここにちょうどいい山がありますね。じゃあベビーパンサーくんに乗ると、そうそう、2段階ジャンプで4段上の高さまで登れる感じですね。まあまあ山越えぐらいはできますけどね、このように足場がちょいちょいあるのでね、山ってね。まあ山までは普通に登ってこれましたけれど、よいしょ。まあまあ着地もね、ダメージこのように食らわないんですけど、はい、まあ降ります。で、このキラパンサーくんだと、やばい、一気に登れる、一気に登れる、よいしょ。8個上、うん、8ブロック分登れるっぽいね、どうやら2段階ジャンプしたら。これはだいぶ違うな、速さも違うような気がするね、細長いから。ひょい気持ちいいな。はあ、早い早い早い気がするわ。なんかちょっとベビースパンサー乗ってみようかね。やっぱりさ、2段階ジャンプでぴょんぴょんって進むと速さが違うような気がする。普通にこうやってかけてる分には一緒なんかな、どうやろう。あ、そうですね、普通に走ってる分には速さはそんなに変わらないような気がするな。ただこうやって、こうやってジャンプしながらかけていくとですね、速く前に進めるような気がしますね。うん、そんな気がする。よいしょ。ね、こっちやとね、やっぱりね、胴体が細長い分キラーパンサーの方が前にも早く進めるような気がしますよね。はい、それより何よりもこの山登りがガゼン早いね、すごいすごい。
真上にも結構高く飛べるから、例えば一番高い建物でいうとあの真ん中のレストランかな、あのレストランの屋根の上までも乗れたりするんじゃない、これでキラーパンサーくんに乗ってちゃんちゃんと、おっ屋根まで登れる、そうやんな、8ブロック分高く登れるから多分8ブロック分どころではないか、いや8ブロック分かな、そうですね8ブロック分ぐらいやな、真上にジャンプできるのは。なんとなくあれどうやって乗ったんやろ私さっきよいしょ、あはい乗れました。屋根作業割とできるんじゃない、キメラじゃなくても。しかもさ、キメラよりおとなしいやん、なんかキメラさ隣でバッサバッサしてる、結構気になるんですよね、気が散るんですよね屋根置いてるとき。キラーパンサーを連れて高所作業してもいいな、はい、降りてこうやって落ちちゃった場合もすぐこうやって乗って、あキメラの方がいいのかな、高いところはちょっと登るのがめんどくさいか、キメラの方がいいかな、屋根とかつける分にはね、そうかもしれないな。うわー気持ちいいな気持ちいいなひたすらに気持ちいいわ、キラーパンサーで登るの、あ登れそうこうやって助走つけて、あー登れなかった、キノコハウス登りたい、最後登ろう、よいしょ、あー惜しい何をやってるんやろうね私。いやでも嬉しかったな、キラーパンサー6回目で仲間できたもんね、よいしょ、あ無理か、助走つけても一緒かな、そうですね助走つけても別に変わらんな、あこのようにそっか段差を利用することによって、あこっからこう、あれこっからこうちょっとコツがいるね、あ登れた登れた、よしちょうど日が暮れていい感じやいい感じいい感じ、じゃあ乗ってる図をベビーパンサーかわいいなやっぱりはい、というわけで今日はですねキラーパンサーを無事じゃ仲間にしました、イエーイ、6回で仲間になった、はい、このようにねベビーパンサーと見比べるとなんか違いがやっぱりめちゃくちゃありました、はい、2匹それぞれのね良さがあってかわいいなと思うんですけどね、まあまあキラーパンサーくんはすごく爽快でございました、はい、このように見た目も非常にかっこいいね、ベビーパンサーかわいいなんかねそれぞれねちょっとね気まぐれに乗り換えるというか気分でねどっちの子に乗ろうかなとかそういうこともできるようになったな、はい、というわけで今日はねキラーパンサーをね無事仲間にできてよかったでございますいいね、暗闇を駆け抜けるキラーパンサーかっこいいな、ベビーパンサーよくついてくるよないい感じ、はい、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。